はい、よいたろニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、ちょっと先日皆さんと共有しましたこの摂生石という、なんて言えばでしょう、名所、珍しい景色、そういった景色 の、 この石が割れてしまったという話題、皆さんに紹介しましたが、その続報がありましたので関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。記事はこちら、下野新聞からです。割れた摂生石に願い込め、九尾の狐の慰霊祭と平和祈願祭なすという、こんな感じですね。はい、これですね、これがなんかこうパカッとこう割れたというか、なんか欠けたというか、えぐれたというか、そんな感じでこうあって、締め縄なんかもこうやって切れてしまっています。はい、では記事を読みます。今月5日に割れていることが分かった栃木県那須町湯本の国指定名勝摂生石で26日、石に化けたとされる九尾の狐を供養する慰霊祭と平和祈願祭が行われ、観光関係者や観光関係者や観光客ら約150人が参列した。九尾の狐は吉兆をつける随獣とも言われる。摂生石が割れたことが新型コロナウイルスの収束などの吉兆となるよう、町観光協会が4年ぶりに慰霊祭を企画、さらに初めて平和祈願祭も行った。この日は摂生石の前で神事が執り行われた後、伝統芸能白面金毛九尾狐太鼓の演奏が奉納された。参列者は神事や演奏を静かに見守った。道協会の阿久津千秋会長は、割れた理由は人それぞれ違った見方があると思う、夏に来て摂生石を眺めながら新たな九尾伝説を創作するなど新たな楽しみ方をしてほしいと話したということですね。こんな感じで出てますし、こちらの映像などでも見ることができます。なかなかこう勇壮なこう太鼓などの演奏が行われました。はい、ありました通り、割れたことをですね、強事と思わず、吉事というふうにめでたいことと考えれば、それはそれで見方の一つではないかというふうに思います。もしかしたらこれをデザインに何かこの、漫画ですとか小説などが書かれるかもしれません。はい、でこちらは那須町のサイト、こんな感じで摂生石のサイトがありますけれども、松尾芭蕉がこの奥の細道でも句を詠んだですとか、こういった九尾の狐の話題などが紹介されています。こんな感じですね。はい、摂生石なんですけど、この国宝のもうちょっと上のところで、こう看板が変わりますよという感じですね。はい、こんな感じです。こちらもぜひこちら、映像を見てほしいなというふうに。ですから、ここまでその元に戻そうとすると結構なこう人力では無理です。何かこう重機などを入れる必要がある、重機などを入れないと元に戻せないですし、こちらに公園内ですか、国立公園内、そうしたところにこう重機を入れるというのはなかなか難しいみたいな、おそらくこのまま維持されると思いますけれども、何かしらこう例えば、この締め縄、両方に貼るような感じで締め縄になるのかもしれませんが、その辺りもちょっと注目しながら見守っていきたいなというふうに思います。はい、この記事ですね、こちら関連される概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があったらクリックして読んでいただいて、機会がありましたらこちら、見学に行ってみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題皆さんと共有していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。